ウェイン・マーク・ルーニーは、イングランド・マージー・サイド州リバプール出身の、元サッカー選手。サッカー指導者。エフル・チャンピオンシップ・ダービー・カウンティ・ FC 監督。現役時のポジションはフォワード。5度のリーグ優勝のほか、UEFA チャンピオンズリーグ及び FIFA、クラブワールドカップでも優勝を経験している。マンチェスター・ユナイテッド FC 元首相であり、同クラブの歴代通算得点ランクでは、 オビー・チャールトンの249ゴールを抜き1位である。元イングランド代表で2014年から2016年まで首相を務めていた。代表の通算出場数は歴代2位、通算得点数は歴代1位である。リバプール北東部に位置するクロクステスの出身。1995年に地元のエバートン FC の下部組織に入団し、 2002年8月17日、プレミアリーグの開幕戦に16歳と298日でトップデビューする。同年10月2日、リーグカップのレックスハム AFC 戦で初ゴールを挙げ、当時のエバートン FC の最年少得点記録を16歳と342日で更新。17日後の10月19日、 プレミアリーグのアーセナル FC 戦でもゴールを挙げ、当時のプレミアリーグ最年少得点記録を16歳と360日で更新するとともに、アーセナル FC の無敗記録を30試合でストップさせている。同年11月3日のリーズユナイテッド AFC 戦でもゴールを決め、チームのリーズのホームでの50年ぶりの勝利に貢献した。同年12月26日の バーミンガムシティ FC 戦では初のレッドカードをもらっている。BBC スポーツによる2002年度の最優秀新人スポーツ選手を受賞。2003年1月にプロ契約を結ぶ。2002から03シーズンは公式戦37試合に出場し8得点を記録。2003から04シーズン26試合に先発出場し9得点を記録した。 しかしシーズン中に、デイビッド・モイーズ監督との関係が悪化したため、シーズン終了後の対談を決意し、2004年8月31日、移籍金2560万ポンド、契約期間6年間の契約の下、マンチェスター・ユナイテッド FC に移籍した。2004から05シーズン、イングランド代表として出場した UEFA ユーロでの怪我の影響により、シーズン序盤戦の試合は、 欠場を余儀なくされたが、2004年9月28日の UEFA チャンピオンズリーグオールドトラフフォードでのフェネルバフチェースケ戦に先発出場し、ハットトリック及び1アシストを記録する活躍を見せてチームの勝利に貢献した。この日のゴールにより、チャンピオンズリーグの最年少ハットトリック記録を18歳と335日で更新したほか これ以後ルーニーがゴールを決めるとチームは必ず勝つというジンクスが1年4ヶ月続いた。19歳の誕生日となる10月24日には、再び無敗記録を49試合にまで伸ばしていたアーセナル FC とのリーグ戦にて、PK 獲得及び試合終了間際の一得点を決め、再度アーセナルの無敗記録を止めた。2005年5月21日、 FA カップの決勝戦でチームはアーセナル FC を相手に PK 戦で敗れるも自身は MVP を受賞した。このシーズンはイエローカードを累計で17回提示されるなどフェアプレーの観点からは課題が残ったが個人成績ではチーム最多の通算17得点を記録し PF 年間最優秀若手選手賞を受賞した。二0 0から06シーズンチームは リーグカップで優勝し、ルーニーは、決勝戦のウィガンアスレティック FC 戦でにゴールを挙げ、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれた。プレミアリーグ終盤の4月29日、チェルシー FC との試合で、パウル・フェレーラと接触し、右足第4、中足骨他複数箇所を骨折して、シーズンを終えた。チーム最多の18ゴール、10アシストの成績を残し、2年連続でピーフ年間。 最優秀若手選手賞を受賞した。2006から07シーズン、リーグに35試合出場し14得点13、アシストを記録した。ルーニーは、クリスティアーノ・ロナウドラと共に、若手世代の中心選手として活躍し、世代交代の影響から数年間リーグ戦での、無冠が続いていたチームに4年ぶりのリーグタイトルをもたらした。2007から08シーズン、 背番号を8番から10番へ変更した。前年に続いてリーグに連覇を達成したほか、UEFA チャンピオンズリーグでは決勝戦でチェルシー FC を破り優勝を果たした。2008から09シーズンは12月に行われた FIFA クラブワールドカップのガンバ大阪戦で2ゴールルド10キト戦で決勝ゴールを挙げるなど3得点を記録し大会得点王と MVP を獲得した。 リーグ戦でもリーグ6位体の12ゴールを挙げ、リーグ3連覇に貢献した。UEFA チャンピオンズリーグでは2年連続で決勝に進出したが、FC バルセロナに敗れ準優勝に終わった。2009から10シーズンには開幕戦で得点を挙げ、プレミアリーグ通算100得点を達成した。またウィガン戦でもゴールを決め、ユナイテッドでの公式戦100ゴールをマークした。 しかし UEFA チャンピオンズリーグ準決勝ファースト、レグのバイエルンミュンヘン戦で負傷し、ファーガソン監督は感知しないままセカンドレグでも、ルーニーを起用。チームはアウェーゴールの差で敗退し、自身の怪我も悪化してしまった。リーグ戦では31節までに26ゴールを記録していたが、その後は1ゴールも決めることができず、得点王も、チェルシーのディディードログバに譲った。 2010から11シーズンは開幕からで遅れ、一時は遺跡願望を表明していた。ものの、直後の2010年10月22日に2015年まで契約を延長した。2011年2月12日のマンチェスターシティとのホームでのダービーマッチにて、1から1の後半33分、右からのクロスに飛び上がってのオーバーヘッドキックで、ゴール右隅に蹴り込んだ。 ファーガソン監督は素晴らしいゴールは他にもあったが見事さでは並ぶものがないと絶賛しルーニーも蹴った瞬間に自分の最高の得点になると分かったと自画自賛したこのゴールはプレミアリーグ20周年を記念したベストゴール投票で1位に選ばれた4月2日のウエストハム戦でハットトリックを挙げユナイテッド移籍後のプレミアリーグ通算100得点を達成した 2011から12シーズンは開幕戦からゴールを挙げ、3節のアーセナル戦では FK 2本と PK でハットトリックを達成し、8から2の対象を導いた。直後のボルトン戦でもハットトリックを達成した。ルーニーはこのシーズン2009から10シーズンに記録した26ゴールを更新する自己最多の27ゴールを挙げた。 2012から13シーズンのホーム最終戦のスウォンジー戦を今シーズン限りで対談が決定したアレックス・ファーガソン監督がルーニーの遺跡主眼を明かした。2013から14シーズンは新監督にデイビッド・モイズが就任することが発表され遺跡の噂に拍車がかかり多くのビッグクラブが獲得を出し、しかし最終的にクラブへの残留が決定した。 2014年2月に、ユナイテッドとの契約を2019年6月まで延長したことを発表。2014から15シーズンからチームの首相に就任決定。移籍の噂があったが、ロビンファンペルシア・ラダメル・ファルカオが移籍して、残留する形になった。2016年1月2日のスボンジー戦で自身、プレミアリーグ通算188得点を記録し、 プレミアリーグ歴代得点ランキング2位になった。1月17日に行われたリバプール FC 戦でゴールを記録し、ユナイテッドでのリーグ戦通算ゴール数が、元アーセナルのティーリアンリ氏が保持していた単一クラブでのプレミアリーグ最多ゴール記録を塗り替える快挙を達成している。同年11月24日の UEFA ヨーロッパリーグフェイエノールト戦で、 欧州カップ戦通算得点を39とし、欧州の大会におけるクラブの最多得点記録を打ち立てた。2017年1月21日、プレミアリーグ第22節ストーク式戦にて終了間際に自身のクラブ通算250ゴール目となる直接 FK を決め、ボビー・チャールトンの持つクラブ歴代最多得点記録249ゴールを更新した。 2017年7月9日、2年契約で、フルスノエ・バートンに復帰することが発表された。8月12日、ストークシティとの開幕戦で、いきなり得点を決めた。マンチェスターシティ戦でゴールを決め、プレミアリーグ通算200ゴールを達成。11月29日、ウエストハムユナイテッド FC 戦では、ハットトリックを決めて、存在をアピールした。 2018年6月28日、MLS の DC ユナイテッドと3年半の契約を締結したことが発表された。2018シーズンは20試合で12得点7アシストを記録し、シーズン途中加入ながら MLS ベストイレブンに選出された。2019年3月16日、レアルソルトレイク戦で MLS 遺跡後発のハットトリックを達成した。 2019年8月6日、2020年1月から、ダービーカウンティ FC の選手兼任監督に就任すると発表された。2020年1月2日、チャンピオンシップ第26節バーンズリー FC 戦で、デビュー、FK からアシストを決めチームは2から1で勝利した。1月29日、ルートンタウン戦で遺跡後初ゴールを記録した。3月5日には、 FA カップ5回戦で、フルスマンチェスターユナイテッドと対戦し、試合には3から0で敗れたが、コーパスや直接 FK からゴールを脅かすなど、好プレーを披露した。2021年1月15日、現役引退が発表された。2021年1月15日、正式にダービーカウンティ FC の監督に就任したことが発表された。 それに伴い選手としての現役を引退することも発表された。イングランド代表でのルーニー2003年2月12日に A 代表に初招集され、2月17日のオーストラリア代表との親善試合で17歳と111日で A 代表デビューした。マイケル・オーエンの持つ18歳と59日での代表。 最年少出場記録を更新したが、2006年5月30日に、セオ・オルコットが17歳と75日で、その記録を更新した。同年9月6日に行われた、ユーロ2004予選、アウェーでのマケドニア戦で17歳と317日で、初ゴールを決め、イングランド代表最年少得点記録を更新した。2004年、ポルトガルで開催された、 ユーロ2004のイングランド代表メンバーに選出される。フランス戦、スイス戦、クロアチア戦で、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれたが、準々決勝のポルトガル戦で足を骨折、チームも敗退した。同大会ベスト11に選出されている。2006フィ f ファワールドカップ、2005から06、シーズン終盤におった、怪我の影響により6月10日の初戦に出遅れるも、6月15日の、 トリニダード・トバゴ戦に途中出場、6月20日のスウェーデン戦に先発出場し、無得点に終わるもチームは2勝1分で B グループを首位通過。マイケル・オーウェンの膝十字靱帯の断裂により、以後1トップに固定される。7月1日の準々決勝、ユーロ2004で敗退を喫したポルトガルとの試合で、後半17分にリカルド・カルバーリョの股間を踏みつけたとして、主審。 オラシオエリソンドから退場処分を受ける。試合は延長戦まで持ち込まれ、チームは PK 戦の末に3対1で敗退した。2010フィーファワールドカップでは、大会前のシーズンで自己最多26得点を挙げたことや、10番を託されたこともあり大きな期待を寄せられたが、大会中は不審に悩まされ、結局に大会連続無得点に終わった。また、 グループリーグアルジェリア戦に引き分けた直後、ブーイングをしていたサポーターに対して、ブーイングしてくれて嬉しいね。これが忠実なサポートというもんだと吐き捨てた。2011年10月7日、ユーロ2012予選のモンテネグロ戦にて、相手選手を蹴り一発退場処分を受けた。これを受けて、UEFA が10月13日、ルーニーに対して、ユーロ2012本大会一時、 リーグ3試合すべてを対象とする出場停止処分を課した。12月8日、UEFA はこの処分に意味を申し立てていたルーニーの聴聞会を開き、出場停止処分を3試合から2試合に軽減した。UEFA ユーロ2012では出場停止が明けたグループリーグ第3戦のウクライナ戦で先発出場し、決勝点を挙げ、イングランドの首位通過に貢献した。 2014FIFA ワールドカップではイタリア戦でアシストウルグアイ戦でゴールを記録した。2014年11月15日の UEFA ユーロ2016予選スロベニア戦でイングランド代表史上9人目となる通算100試合出場を史上最年少で達成した。またこの試合で代表通算44得点目となる同点ゴールを挙げ、 得点数ではイングランド代表史上3位体となった。2015年9月5日の UEFA ユーロ2016予選3マリノ戦で PK による得点で代表通算49得点目となる先制ゴールを挙げ、ボビー・チャールトンの持つイングランド代表の得点記録に並んだ。またこの試合はチャールトンの通算出場数と同じ106試合目の出場であり、 チャールトンと同じペースで得点を上げたこととなった。続く9月8日、UEFA ユーロ2016予選のスイス戦で PK による得点を挙げ、イングランド代表の通算得点記録を更新した。試合後のロッカールームでは監督のロイ・ホジソンから記念のユニフォームが贈られた。2016年 UEFA ユーロ2016本大会では、フォワードではなく4から3から3の インサイドハーフとして出場。また、9月4日に行われた 2018FIFA ワールドカップの予選のスロバキア戦に出場したことで、代表通算試合数を116試合とし、イングランド史上、単独2位。フィールドプレイヤーとしては、同1位に浮上した。2017年8月23日、イングランドサッカー協会はルーニーが代表から引退することを発表した。 代表通算成績は119試合53得点、出場試合数は歴代2位、得点数は歴代1位となっている。2018年11月4日、イングランドサッカー協会が同年11月15日に開催される国際親善試合、アメリカ代表戦に招集したことを発表した。代表復帰となるこの試合が代表引退試合となった。プレミアリーグで 時速21.74マイルを記録したことがある。この記録はそのシーズンにおけるプレミアリーグ最速記録である。ゲイリー・リネカーはルーニーについて、彼はゴールスコアラーというだけじゃない。オールラウンドに素晴らしいんだ。空間認識に優れ、とてもインテリジェントな選手だねと述べている。イングランド代表の監督を務めていたロイ・ホジソンは、サート・ウェイン・ルーニーというイングランド史上最も優れた。 選手二人について語っているわけだが、そのうちの一人が現役で彼を起用することができるなんて、私は非常に幸運な監督だと述べている。チームメイトのアンデル・エレーラもルーニーについて、イングランド史上最高の選手と評し、元イングランド代表のスティーブン・ジェラードも、イングランドの歴史上で最も偉大な選手と評している。リオネル・メッシュはルーニーについて、 一世代に一人しか生まれないような選手、他の選手と比べようがないほどに素晴らしい、特別な選手というのはたくさんいるが、ルーニーには抜きんでた質の高さとテクニックがある、僕が対戦した選手の中でも抜群の運動量を誇っている強い選手だなどと称賛している。ズラカン・イブラヒモビッチはルーニーを完璧な選手と評している。妻のコリーン記録、編集出場大会。 編集試合数、編集国際 A マッチ120試合53得点記録、編集ゴール、編集マンチェスターユナイテッド FC。ありがとうございます。